最後にキャプテン津田勝樹選手よりご挨拶頂戴したいと思います。皆さん、まずは1年間ありがとうございました。僕たちは、ポポビッチ監督のもと、チーム内競争から、リーグ戦まで、1年間戦い抜きまして、見事、3位という結果を残せることになりました。これによって来年 J2 に上がりますけれども、皆さんの力がなければ J2 でも戦うことができません。来年も J2 に行きますが、温かく、強い声援をよろしくお願いします。